Sengoku-yo, ikaga ka ne? さてな、夢か打つつか、わしにも定かなことはわからん。一つ言えるのは、仏様はお前さんの古い記憶を起こしてくださっているだけじゃ。お前さんが その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は、忍び義手を使った 戦いのすべじゃな。わかった。義手の忍び技など、もはや無用と思っておったが、わからんものよな。そこもとか、それがしを使い、刀の修練を積むがいい。しからば参る。 まだ。
Thank you.
これも平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他には？もうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。流飲を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。え、旦那、覚えてねえんですか？へえ、なるほど、覚えてねえと。なあ、旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が銭がない、銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです？悪い話じゃねえでしょう。ゼニだ。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、アシナの分家、陳家な野党なんざ普通は返り討ちです。けど先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで？ねえ旦那、お代さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ、忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。棒棒ってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。持っている。え、それならば持っている。おお、そいつは残念。忍びねえんでこいつをおまけで差し上げやしょう。
鬼め、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃ。お達しね、変わっちまったな、アシナの戦も。I know.